北条氏康は、生まれた時、伊勢家の嫡男として、生まれた。氏康の父は、氏康が生まれた後、北条聖を、名乗った。北条家は、今川家の、お家騒動の際に、主従関係を、 解消した、北条氏康は、戦で刀傷を、負うことが多く、特に顔面に負った、二つの傷は、北条傷と、呼ばれている、北条氏康は、幼少期の頃、とてもビビりで、 鉄砲の音を聞いて耳を塞いだあまりの恥ずかしさで自害しようとした北条藤康はお酒が嫌いだったその代わり手まりや若を好んだ北条藤康は戦の式がうまく 川越野戦は日本三大紀州の一つとして有名である宇治安は57歳で亡くなった原因は中部病だと考えられている今川義元は桶狭間の戦いで敵将の指を 噛みちぎった今川義元はいち早く頼親頼子制度をどうしたこれにより家臣たちに上下関係を持たせた今川義元は今川家の三男として生まれた幼名は宝菊丸である。 その後、千徳寺に出家した今川家自体が名門で祖先は足利尊氏だとされている今川義元は今川が名目録を制定した今川義元は徳川家康を 人質にした今川義元は家康へ無ごい教育をしたこの教育は厳しい教育ではなく甘やかした教育だったその狙いは家康をダメ人間にすることだった今川義元は武田信玄北条藤康と 寸三国同盟を締結した今川義元は外交面政治面に秀でており街道一の弓取り最も上洛に近い男と言われていた。